はい、ミスター M さん、今日もガチンコマッチョクラブのね動画をお送りいただきましてありがとうございました。なんとね、私がついでに痩せてしまいました。現在ですね 84.8kg ということで、ガチンコマッチョクラブを見させていただいた時が 87.9 だったんですよね。まあ、ですんで 3kg ほど痩せましたね。なんかね、見てるだけで痩せたような感じがしますけども、やっぱ確かにミスター M さんの動画を見てると、あ、ちょっとこれミスター M さんやってたかなっていうので、ゴロッてしてる時でもね、ちょっとねこう体を使っちゃうんですよ。そういう風な意識が高まっていったところはありがたいなと思います。確かにね、ミスター M さんは1分のトレーニングをいっぱい紹介してくださるんで、1分のトレーニングぐらいしとかなくちゃいけないんですけども、その1分のトレーニングさえできないようなね、私でもなんかね痩せちゃいました。ありがとうございます。で、今回ですね、動画も素晴らしかったんですけども、ちょっとね角度を変えてミスター M さんにお尋ねしたいことがあります。ミスター M さんはホームレスをしていたということなんですよね。で、私も平和公園で2年間ホームレスをしていたんですよね。その時に結構痩せましたね。で、ミスター M さんはホームレスをしている時にどんな体型だったのかなっていうふうに思うんですよ。で、私と同じようにホームレスをしているとちょっと食べ物があんまりないんで痩せていったのか、それとも逆にですね、ホームレスをしている時は食べ物を選べないんでカロリーの高いものを食べるようになっちゃって、で太っちゃったのかなとかね、そういったことね、ミスター M さんのストーリーをちょっとだけ教えていただくと嬉しいなと思いますんで、今回はね動画のアドバイスというよりもミスター M さんのそういうふうなストーリーをね、なんというか取っ手出しと言いますか、こう語りっていう形でね1話入れていただくとミスター M さんの魅力と人間性が広がっていいかなと思いますんで、無理がなければね、その辺ホームレス時代のちょっと思い出話を3分ぐらい5分ぐらいでやっていただくとすごく私は嬉しいです。他の視聴者さんも興味ありますかね、どうでしょうか。それではですね、今回のミスター M さんのマッチョクラブの内容は動画説明欄に貼っておきますので、ぜひねマッチョトレーニングしてみてください。ではよろしくお願いします。